2022年島のオンラインフィッシングショーへようこそ。島のフィールドテスターの吉田康夫と申します。皆さんどうですか？ヘラ行かれてますか？またね、この島ので新しさを、暁が出ました。どうです、この赤いデザイン。ここで今ね、発射区をちょっと持ってみるんですけども、すごく目立ちます。今までね、ちょっとこういう色は島のでなかったと思うんですよね。で、この竿なんですけども、調子的には公式先調子となっているんですけども、実はこうやって振ってもらうと、パワードットじゃないじゃん、公式先調子じゃないじゃんと思われると思うんですよ。で、今回のこのパワードットっていう謳い文句は、魚をかけてからパワーを出るっていう意味のパワードットです。実際僕もここで魚結構釣ったんですけども、魚かけてからね、もうガンガン引けるんですよ、この作用に頼って。だ、今回はその振った感じはしなやか、かけてから力強さを発揮するパワードットとなっております。で、もちろんですね、このスパイダル X 搭載してますんで、これはちょっとね、もう言うまでもないと思うんですけども、シマノの竿はもうね、今のヘラ竿は全部搭載してますんで、魚がかかって上がるとき、もうねじれない、ぶれない、まっすぐ上がってきてしまいます。でもね、やっぱりぶれるとね、もう全然こう一匹でもね、気分よく釣れるか釣れないかの差が出てしまいますからね。で、この穂先なんですけども、このディアン部分ですよね、タフディディアンとなっております。で、この次に穂先で、これがタフテックインフィニティのハンマグ穂先です。で、今までですと、例えばここからここまでの尺はハンマグで、その先はチューブだっていうものがあったんですけども、今回のこの暁に限っては全てハンマグ穂先です。で、なぜそのハンマグ穂先がいいと言いますと、こうね、竿はこの辺は全部もうパワーなんですよ。パワーなんだけども、意外とその攻撃はもちろんそうなんですけども、仕掛けを振り込んで落とし込みとかするときに、この穂先が硬いとか強すぎると、最後のこの一押しが決まらないわけなんですよ。なもんで、今回はこのね、ハンマグ穂先をすべて搭載したことによって、この辺はもうね、全部パワーで、ここから先は繊細なハンマグだから、もうね、いいとこ20度です。落とし込みもバッチリ決まっちゃいますよね。で、ラインナップなんですけども、普通ですね、竿大体7尺8尺からスタートだと思うんですけども、今回はなんと6尺からあります。で、6尺そんなの使うのと思われるかもしれないんですけども、意外とやっぱノズリーとかも行くと手前に魚がいる時もあるので、僕はもう本当6尺から必要と思って使ってますね。で、6、7、8、9尺ここまでは1尺刻みで、ここから 10.5 尺からは最近のね、シマノの特有の 1.5 刻みとなっておりまして、最長で、18尺までですね。ラインナップはもう6から18まで、まあ、大体普通の釣り場でしたらこれで攻略できるかと思います。まあ、これからね、ちょっと世の中が落ち着いて、また大きな大会がね、始まる、まあ、いいんですけども、その時に多分活躍するのが、まあ、8尺、9尺、10尺これ今8尺なんですけど、この辺りですかね。なんかね、このね、赤いデザインがね、強さを感じるんですよ。でね、先ほどから言ったように、ここまでパワーがあって、この穂先はもう半向くで、もう小浮きを飛ばせるので、大会とかはね、ほんと小さな浮きを使う出番が多いので、かなり活躍しそうですよね。これからね、まだ大会とかね、大きな大会出られたことない方に、
よく聞かれるんですよ僕。もう島根こんだけ差をあって、例えばねジャパンカップの予選に出たいんだけど何を買っていいかわからない。でそんな時にもうこの暁おすすめできますよね。浅い棚はもちろん提灯でこうやってね、もうものすごい力がありますんで、提灯の深い棚から大きなヘラをこうやってね引っ張り上げてくることもできます。ぜひともね管理釣り場のトーナメントこれでいきます。で次にもうね吉田といえば大好きなノズリ。ノズリといってもね別にこのキョベラじゃなくてもいいんですよ。普通のこういうね小さなヘラでも綺麗な景色のところで釣りたい時がありますんで、そういう時はこのくらいかな、まあ、15、16.5、18、この辺りでねちょっとやってみたいなと思いますよね。でこの竿もやっぱノズリだとあのいろんな魚が来てしまうんですよ。もちろんヘラブナ狙ってるんですけども、ヘラブナだけ釣れることはまずないです。もう勝手に大きな魚とか違う魚種の魚がかかってしまうので、その時にこうちょっとね弱いって言ったらおかしいですね、ちょっと頼りない竿だともうサボれちゃうんじゃないかなとか、そういう気持ちになると思うんですよ。でもこの竿は先は繊細、元に行くに従って力がありますんで、もう自信を持っておすすめできますね。ノズリの場合にもまずちょっとねこれを、まあ、1本2本3本ちょっとねロッドケースに入れておいていただいて行ってみてほしいですね。これが 16.5 尺ですね。で最後の最後にこの竿はなんとねほら6尺からあるんですよ。6尺使えますか皆さん。僕はね結構ノズリ行くとものすごい釣り台を出すじゃないですか。釣り台を出してこうやって竿掛けにこうやってかけるじゃないですか。で竿掛けをかけて釣ってる間にもうほんとこの辺通っていく時があるんですよね、ヘラが。でしかもそれがこうたまに立ち止まってそこをついばんでるシーンを何回も見てるんですよ。でそういう時に今までのように8尺9尺10尺だともう魚の通ってるその前をね釣ってしまってるんですよね。6尺から18尺までやりますんで、やっぱノッコミキョベラの時でも出回りますよね。でノッコミイコール硬い竿、強い竿、太い竿、まあ、もちろんそれは正解なんですよ。例えばその系統の竿を使う時は周りにこうヨシがあったり小さなガバの穴、本当にこんなね極論言っちゃうと30センチ四方のポイントでやる時もあるんですよ。でそういう時は硬い竿で思いっきりもう太い仕掛けで引っ張り抜かないと取れないんですよ。でも逆にそのヨシとかがないところはオープンスペース何もないところ、そういうところで魚かけるとかかった瞬間ヘラは突っ走ります。突っ走ったところで硬い竿、さあどうなりますか、糸が切れるんですよ。でその時出番があるのがこのねパワーもありつつしなやかな暁。やっぱねちょっと竿は曲がらないとオープンスペースは取れないので、そういうキョベラ釣りにも出番はあると思います。でこのね握りももうね何回もこのね見慣れてるかもしれないんですけども、とにかくこのね今の島野の最高級の握り、とりあえず握りつ滑らない、手も痛くならない、一日釣っても手のひら痛くならない、何百キロ釣っても大丈夫、キョベラを釣っても大丈夫、他の魚が釣っても大丈夫、バッチリです、ね、このヘラブナ釣り、管理釣り場、ノズリ、ダム、川、またね大きなヘラを釣るキョベラ、いろんな釣り方がありまして、
春夏秋冬それぞれねもう全部釣り方が変わってきていっぱいあるんですよ。で僕ももう全く1年間休む暇もないぐらい楽しんでます。そのくらい面白い釣りヘラブナ釣りなのでぜひともね皆さんこのね暁を手に取っていただいて1本2本3本とだんだん増やしていただいて楽しいヘラブナ釣りをしてください。